それではの米国になりましたので、これより東京都医師会定例記者会見を開始したいと思います。本日司会をさせていただきます、担当理事の水野と申します。よろしくお願いいたします。毎回毎回の皆様方にはご参集いただきまして、改めて御礼を申し上げたいと思います。ここで資料の確認をさせていただきます。皆様方のお手元にあるご封筒の中でございますが、最初の記者会見のところでですね、今日は1,2,3,4,5,6 人の理事からのお話がございますが、最初に、代表理事の尾崎会長、2番目に井ノ口副会長、3番目に角田副会長、4番目に平川副会長、5番目と6番目が入れ替わりまして、5番目に黒瀬理事、6番目に梅沢理事がお話しすることになります。したがってお手元の資料の番号がちょっと 1,2,3,4,5,6 のところが6,5 になる形になるかと思いますので、皆様方ご了解いただきたいと思います。それではまず皆様方の、前にいらっしゃいます先生方のご紹介をしたいと思います。まず尾崎会長、井ノ口副会長、角田副会長、平川副会長、次にお話の順番でいきます。黒瀬理事、よろしくお願いします。6番目に、梅沢理事でございます。この6人でお話をさせていきます。それでは最初に尾崎会長より、総論的なお話をさせていただきます。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。約2ヶ月ぶりの定例記者会見でございますけれども、私の方から、概要を述べさせていただいて、詳しくはですね、三副会長と、お二人の理事の方からお話をいただきたいと思っております。それでは、スライドを変えていただけますか。ワクチン3回目の接種に向けてということでございますが、皆様もご存知のように、かなり30人以下という状態がずっと東京では続いておるわけですけれども、一方では海外に目を転じますと、やはり今オミクロン株のかなりな、どんどんデルタ株に入れ替わっているような状況で感染者が増え続けているという状況がございます。日本は、かなり政府も早めの水際対策をしっかりしていただいているのと、相変わらず、都民の皆さんをはじめですね、やはり国民の皆さんがしっかり、感染防御、マスク、手洗い、そして3密を避ける、あるいは冬場の換気を気をつけるということをやってきていただいているので、今のところ感染者の、発揮した増加傾向は認められないということでございます。ただいずれにしろ、このオミクロン株というのは感染力が非常に強いわけでございますので、いずれ国内の方にも入ってくる可能性はやはり高いと思います。そういう中で、やはり今の水際対策とですね、それから従来通りの感染予防を続けながらですね、なるべくオミクロン感染の、オミクロン株のですね、感染を抑えながら、そして、やはり感染力は強いんだけども重症化はしないんではないかという話もありますけれども、イギリスでもそういう亡くなられる方が出たり、やはり今若い方の中心の感染でございますので、やはりそういう意味でも重症者が少ないということも、言われております。ですからやはり私どもとしては、高齢者の方とかですね、それから、基礎疾患をお持ちの方にどんどんこのオミクロン株が広がる前にですね、やはり3回目のこうした方々、今医療従事者にも3回目が始まっておりますが、なるべく早くですね、3回目のワクチン接種を進めて、重症者が増えないような形に持っていきたいというふうに考えております。もちろん各自治体によっ
って、ワクチンの保有量とか今後の供給量が違いますので、まあ、一概にどこでも早めるということにはいかないかもしれませんが、でも今そういうワクチンにある程度余裕を持っているようなところはですね、ぜひ早めにそうした医療従事者をまず打ち終えた後にですね、高齢者の方とか基礎疾患をお持ちの方にどんどん打っていっていただきたい。それに対して私どもも接種体制については十分協力していきたいと、そういうふうに考えているところでございます。次をお願いいたします。あとは第6波に向けてですね、第6波に向けてやはり入院、そして宿泊、そして臨時医療施設、こうしたものもさらに充実していくと思っております、行こうと思っております。この辺につきましてはもちろん東京都さんと一緒に協力してやっていくわけですけれども、詳しくは井ノ口副会長の方から話があると思います。それから自宅療養者に対する医療支援、継続した24時間の医療支援体制につきましては、私ども地区の医師会の方にいろいろアンケート調査もさせていただいたところですね、もう本当に8割9割の地区の医師会の先生がそういったものをもう作って、医療支援体制を作っていただけていただけていると。そして本当にですね、本当に感謝するしかないんですけれども、もう本当にきちっとそういった体制を作っていただけたということがはっきりしましたので、まあ、今日はそういうお話を平川副会長の方からしていただこうというふうに考えております。次をお願いします。それから今ワクチン・検査パッケージということでですね、ワクチン2回接種またはワクチンが体質的に打てないような方を中心にですね、抗原検査あるいは PCR 検査を行う、つまりワクチンオア検査という形で国の方も進めておりますけれども、やはり今2回接種が終わって6ヶ月以上経過してもだいぶ増えているということと、やはりこれからオミクロン株のようなものが流行ってきますと、やはりワクチンを2回打ったとしてもですね、かなりブレイクスルー感染がどんどん増えていくということが予測されますので、やはりマスクを外して話し合うとか飲食、そういったところにおいてはですね、やはりワクチン2回接種プラスかつやはり抗原 PCR 検査というような体制にしばらくはしていかざるを得ないんではないかというふうに考えております。特に密に接するような場面ではそれが必要になってくるかなと思いまして、まあ、私どもとしては、3回接種がある程度目処がついて落ち着くまではですね、やはりワクチンを2回打っていらっしゃる、なおかつ、抗原検査あるいは PCR 検査で陰性であるということで社会経済活動を動かしていくべきではないかというふうに考えております。まあ、東京都医師会のいろんな会議についても、そういった基準を設けて、新しい基準を設けて今やろうとしておりますので、その辺の話も、副会長あるいは理事から話があると思います。まあ、それから、まあ、そうした抗原検査とかですね、皆さんがやられて、もしかしたらまず確定診断ではありませんので、そこで診療検査医療機関に、行っていただく、つながっていただかないと困るわけですけれども、まあ、そういったところについても、きちっと診療検査医療機関がですね、地図上にしっかり、マッピングされたそういった仕組みも作りましたし、東京都さんと一緒に作りましたし、まあ、そこでまたこの、医療機関にかかる際に、問診とかですね、いろんなことでその辺がスムーズにいくような仕組みというのも作りましたので、その辺についてまた、黒瀬理事、宮沢理事の方からお話があると思います。まあ、いずれにしろそういったことで、この、第6波に備えるということと、なるべくやはり、高齢者や、基礎疾患のある方については早めに前倒しでワクチンの接種を進めていきたいというふうに考えております。それから医療提供体制についてもさらに東京都と一緒になってですね、充実させていくということを考えて、これからのですね、コロナ対策に臨んでいきたいと考えております。
まあ、そういったことで、今日はまたこの後、詳しく各論的にお話、副会長あるいは理事からお話いただけると思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。でここからは各論的なお話をさせていただきます。皆様方のお手元の資料に基づきまして、井ノ口副会長より説明をさせていただきます。よろしくお願いします。はい、副会長の井ノ口です。ではスライドお願いします。これは国がですね、新しいコロナの感染状況をレベル分類をしたものです。で国の目安というのが点々で囲まれてますけれども、まあ、レベル1、今東京はこのレベル1というふうに考えておりますが、安定的に一般医療が確保され、新型コロナウイルス感染症に対し医療が対応できている状況ということで、こうした具合にですね、医療提供体制を中心に考えながら、このレベル分類をしているところなんですけれども、レベル2がですね、国の方では段階的に対応する病床数を増やすことで、医療が必要な人への適切な対応ができている状況と。これを、まあ、これはそれぞれの都道府県によって医療提供体制の状況が違いますので、まあ、東京ではこういうふうに解釈しようということで、3週間後の病床使用率が確保病床数の6891床なんですけれども、その約 20% に到達するであろうというところを、まあ、予測するわけです。これは国の方から予測ツールというものがそれぞれの都道府県に出されておりますけれども、それぞれ その実効再生産数とか、そういう、それから年齢別 その入院の率とか、そういったものを組み合わせながらですね、3週間後というものをこう見ていく。これは実を言うと、東京都ではその第4波の時からですね、こうした未来予測によって、そして段階を決めていくというのは、東京都ではもうすでにやっていたことなんですけれども、まあ、全国統一的に厚生労働省がこういうレベルを設定いたしましたので、東京都も合わせてこういう表示をするようにしております。でレベル3が一般医療を相当程度制限しなければ新型コロナウイルス感染症への医療の対応ができない状況ということで、3週間後に必要とされる病床が確保病床数に到達、または病床使用率や重症用病床の使用率が 50% に達するときという解釈をしております。で、レベル4、これは一般医療を大きく制限しても、新型コロナウイルス感染症への医療に対応できない状況。まあ、これは確保した病床を超えてしまう入院の数、患者数のが出現している状況ということで、もうこれはレベル4にしてはいけないということで、いかにレベル3まででとどめるかということが、今後、非常に大事なことでありますし、オミクロン株に関してもですね、こういうふうにならないようにするということで、今、一生懸命作戦を考えているところです。次お願いします。でこのレベルに合わせる状況で、例えば飲食店であったり、それから大規模集会であったりといったところのいろいろな要望が出ているところでありますけれども、こと医療提供体制に関しましてはですね、こういう目安を作っている。まあ、レベル2になったら、こう動かそうというだけではなくてですね、まあ、都独自にレベル 2.5 というレベルで、まあ、新規陽性者数が500人から700人になったら、また病床をさらに空けていただこうとか、そういうことで徐々に徐々にですね、準備を続けていくということであります。ガンガンって変わるんではなくて、状況に合わせながらも徐々に、それから先手先手に病床数を増やしていくという計画であります。次お願いします。でこれは病床数だけではなくてですね、臨時の医療施設、これをレベル1、今の状況からレベル2になったならば、例えば入院待機ステーションを20床に増やしていく、それからレベル 2.5 の状況になりましたら、入院待機ステーションを46床に増やしていく、まあ、3週間ぐらいを先を見ながらですね、前もってこう準備していこうというのが、今度の作戦であります。次お願いします。まあ、具体的にどのぐらい数字が変わってきたかというと、確保病床数で言えば6891床、
6651床が6891床になったり、それから、宿泊療養施設が3200室であったところが7900室まで増やしているとか、まあ、こういう具合にですね、かなりはそのハード面も増やしてきているところであります。その他に、5番目ですね、次のスライドですけれども、保健所や発熱相談センターを介さなくても診療検査体制にたどり着くように、していくとか、それから医療機関がですね、検査をその陽性だと分かった段階で、医療機関が宿泊療養施設だとか、そういうところの判断をしていくなどというようなことをですね、決めてあります。これはすでに東京都の方で発表されておりますので、こういったものを増やしていくということで、お目通しいただきたいと、その一般の方もホームページに出ておりますので、ご覧いただきたいと思います。こういう具合にですね、第5波を踏まえて、第6波、もし来るとするならば、こういう体制で受け入れようと思っています。で、数的にはかなり対応できるとは思っておりますけれども、スピードなんですね、問題は。1日にデルタ株の時、第5波の時には、新規陽性者が5000人近く出たと、約5000人出たというところでありますけれども、その時に療養の患者さんが約その入院も含めて5万人ぐらいになったと。こういう状況にさらに5000人というふうに来ますとですね、ないところ、ベッドのないところにさらにこうマッチングさせていかなくちゃいけないというのは、これはかなり大変です。スピードを上げないということがすごく大事なんですが、オミクロン株はそこが一番心配な状況です。我々の用意したものでうまくいくかどうかということがあります。ですから、やはり感染を広げないということで、皆さんにはご協力を本当にお願いしたい。そのためには3密を避けるのと、それから会長がお話になった、やっぱりワクチンをなるべく早めに打つと。我々はそういう武器があるとするならばワクチンです。で、新薬がまだ完全に広まっておりませんし、それから抗体薬もですね、どの程度効くかということがまだはっきり分かっておりませんので、やっぱり薬に対してはなかなかその完全に期待できない状況から考えると、やっぱりワクチン、そして基本的な行動ということになりますので、ぜひご協力をよろしくお願いしたいと思います。以上です。はい、次は資料3になりますが、次の各論としてワクチン3回目接種などについてということで、角田副会長より話をさせていただきます。はい、副会長の角田でございます。資料3をご覧ください。まず1枚目をご覧ください。おさらいになりますが、もう私ども自然免疫とし、免疫としましては、この自然免疫と獲得免疫がございます。で、ご存じのように、自然免疫というのはもともと備わっている異物に対する防御力ですから、これは皆さんお持ちになっている。で、今回のワクチン等で、期待されるのはこの獲得免疫でございます。ワクチン、ないしは感染によりまして、まずこの樹脂状細胞から指令が出て、そして、ヘルパー T セル、ないしはキラー T セルがしっかりとその、感染症の原因となるものの情報を把握いたします。で、それが、抗体産生の B 細胞に連絡をして、指令を出して、で、B 細胞が抗体を作るとなります。で、私どもが今、中和抗体として捉えられているのは、この B 細胞が作っている抗体価でございます。ですから、どうしても感染して、しばらくその後刺激がなければ、どうしても抗体は下がります。しかし、しっかりと情報としては、この T 細胞、キラー T 細胞は持ってますので、次にそのボヨゲタが来たときには、直ちに飛躍的な量の抗体を作る指令を出すということ、基準でございます。改めてご覧いただきたいと思います。1枚めくっていただきまして、で、現在のこれが最新の情報でございます。ご存知のように、もう65歳以上の方は9割以上の方が2回目接種しておりますし、全年齢層を見ても 70% 以上の方がすでにワクチンを東京都内で打っていただいております。また下の先進国では、日本はトップレベルという形を接種率を今、すでに獲得している状況でございます。次のページをご覧ください。中和抗体価をその調べた、村山医療センターのデータでございますが、やはり1回目の接種、2回目の接種が終了した後、約3ヶ月経つと、非常に抗体価は下がる。ただ、ここで注目していただきたいのは、自然感染をした方の抗体価、この検査法でいうと100前後です。
ワクチン2回接種して3ヶ月経ったとしても、その自然感染の方よりもはるかに多い抗体価は私ども保有しております。ですからこういった抗体価が下がるというのは、刺激がない限りは自然の経過というふうにご認識ください。次のスライドをお願いいたします。これは藤田医科大学並びに横浜市立大学のデータでございます。同じように抗体価を測定して、1回、2回目接種後から、まあ、それからさらに2ヶ月と3ヶ月、6ヶ月経つと抗体価が下がってしまう。これは、まあ、今お話したように自然な経過ではございます。しかし、しっかりとそのヘルパー T 細胞、キラー T 細胞には、その病原体の情報が入っておりますので、次の3回目のワクチン、ないしは感染によって、直ちに飛躍的な抗体産生が起こるということをご認識ください。次をお願いいたします。忽那先生、大阪大学の忽那先生のデータでございます。野生株に対しても、デルタ株に対しても、2回目接種後1ヶ月のピークから、3回目のワクチンをいたしますと、3回目接種後2ヶ月、1ヶ月がほぼピークでございます。若い世代では5倍から 5.5 倍。で高齢者世代はなかなか最初、当初の抗体価が少ないんですけど、十分ではないんですが、それがさらに追加接種によりまして、8倍から12倍の抗体価があると、非常に飛躍的に上がるというデータでございます。次をお願いいたします。これ、お配りの資料にはないんですが、私の医療施設で数名 の、まあ、うちのスタッフ3回目やった後のデータでございます。やはり先ほどの忽那先生のデータと同じように、まあ、前年層を応じて、まあ、場合によって20倍もその2回目に比べて、抗体価の獲得が上がっているというデータでございます。次をお願いいたします。はい、これは以前にもお示ししましたが、今後3回目のスケジュールでございます。東京で、まあ、VRS に登録していただいた方々がで、約8ヶ月後、すなわち3月、4月の時に、まあ、例えば4月を見ていただきますと、1回目接種者は約300万人で、2回目接種は約140万人ほどいらっしゃることになります。で、これらの方々を3回目接種を行います。で、すでに中断をご覧ください。ファイザーワクチン、11月にはすでに405万回分、全国で入ってきております。また12月のこの13、20と第2クールにおいては、1270万回分入ってまいります。ですから、これらが2回目接種として使われます。ただ、その下ご覧ください、モデルナワクチンが少し遅れて、来年1734万回分入ります。ですから、まあ、やはり、当初、1、2回目をファイザーで打った方の3回目においては、ファイザーワクチンとモデルナワクチンが混合するということは、ちょっとご認識いただきたいというふうに思います。次のスライドお願いします。ちょっと経路がかかりまして、先ほどから尾崎会長、井ノ口会長がいるように、まあ、私ども感染対策として、この私どもが東京都医師会が主催で行う、まあ、会合等におきましては、少し、社会的な通念よりも厳しい条件を今、目指しております。個人の感染防御状況、まあ、ワクチン2回接種をして8ヶ月以内、ないしは直近の迅速検査、ないしは PCR 検査を陰性、この2つを個人の感染状況の判断といたします。また会議、こういった集会においてのリスクを、まあ、層別化しまして、4段階ぐらい、まあ、会食を伴うものから、非常に屋外で行うようなもの、また4段階に分けまして、それぞれの東京都の感染の状況、その下にレベルの1から4までありますが、これはちょっと古いレベルでございますので、感染状況のもとを考えたものでございます。次のスライドをお願いいたします。まあ、レベル、その古いレベルの1から4の状況におきまして、その会合の感染リスクを勘案しながら、その時に参加する方々の個人の感染防御は、この程度をお願いするということでございます。あくまでこれは私ども東京都医師会の内部での基準でございます。そのため、今日この記者会見でもそれをお願いしている次第でございます。最後のスライドをお願いいたしたいと思います。改めて、私ども、都民の方々にお願いしたいのは、ワクチンを接種可能な状況の方は必ず接種していただきたいと思います。また3回目の接種では、中和抗体が飛躍的に上がりますので、これはオミクロン株等を含めた新しい変異株には有効というふうに推測されます。また副反応の頻度は2回目接種と変わらないというデータが出ております。で、医療従事者、そして重症化のリスクの高い方から自然を行いますので、1回目、2回目のワクチンと同じようなスキーム、順番で行われると思います。また、2回目接種が完了していますと、先ほど申し上げましたように、時間が経っても、感染予防効果は少し下がりますが、重症化予防効果は非常にございます。ですから、焦らないでご自分の順番を待っていただきたいというふうに思います。また、ワクチンの効果は 100% はございませんので、先ほどから井ノ口副会長申し上げているように、ぜひ個人の感染予防は
これからも続けていただく、また感染状況によっては社会的な感染の対策に対しても十分ご理解いただきたいというふうに思っております。私から以上でございます。はい、次に資料4になりますが、第6波に備えて第5波を振り返り、自宅療養感染者への医療供給体制の新たな強化充実策を立ち上げるということで、平川副会長よりお話しさせていただきます。担当平川でございます。資料4をご参照ください。第6波に備えて第5波を振り返り、自宅療養感染者への医療供給体制の新たな強化充実策を立ち上げると題しました。資料次をお願いいたします。これは以前のこの記者会見の場でも申し上げました、第5波に向けて東京都と東京都医師会、そして各地区医師会で取り組んだ2つの医療支援策です。1つ目が区市町村の地区医師会による診療体制、これ東京都自宅療養者等に対する医療支援強化事業と呼んでおりますけれども、これが1本、もう1つがオンライン診療システムによる遠隔診療体制、通称バーチャル待合室といったもの、この2本を中心に各地区医師会においてですね、自宅療養者に対しての対策を取ってまいりました。次お願いします。これが復習ですけど大まかな図でございます。右下にブルーで書かれているのがこの1つ目の地区医師会ごとの医療支援体制、左上グリーンで描かれていますがオンライン診療待合室です。これは真ん中に自宅療養の患者様がいらっしゃって、この方々を保健所とフォローアップセンターで常に監視しているわけですけども、その保健所の判断あるいはご本人様からの救援要請を受けて、右側のブルーの地区医師会ごとの医療支援システムにつなげます。ここでは電話の診療、オンライン診療、往診、処方等を行っております。地域によっては夜間休日体制でファストドクターとのコラボレーション、有償会とのコラボレーションといったような大規模の在宅支援診療とのコラボレーションによって24時間体制を作り上げてまいりました。また左上のオンライン診療交えつきましては、主にこの度は特に夜間等の体制が手薄な多摩地区を中心にこの仕組みを作ってですね、これは保健所がですね、患者様本人に URL をお渡しして、もし具合が悪ければその URL を通じてこのバーチャル待合室に手上げしてほしいと、でそれを担当の先生が見るという仕組みになりました。しかしこれはちょうど立ち上げた時からですね、感染拡大が急激に縮小してまいりましたので、ほとんどこれを活躍することなく通り過ぎることができました。次をお願いします。これがその今言った医療支援の強化事業の推移です。東京都と東京都医師会でシステムを考えまして、各地区医師会にお願いしました。ほぼ4月下旬ぐらいを中心に次々に各地区でですね、区市町村ごとにこの仕組みが立ち上がりました。そして感染者の増加とともに機能し始めたわけですけれども、ご覧になって分かりますように、第5波のピークでありました8月におきましては、月に4000件に迫るようなですね、形での支援体制事業を立ち上げました。グリーンの部分がファストドクターです。それからブルーの部分がですね、濃淡とも地区医師会が行った支援の事業です。診療でございます。次お願いします。でこれが今一番ピークになりました8月のですね、状況です。8月1日から31日が書かれております。ピンクの丸で囲っている下の図ですけども、これはいわゆる休みの日、日曜日でございます。日曜日も含めて、31日間行いました。1日、大体の件数につきましては200件をオーバーする日もありましたし、150から200というのが10日以上という形で、かなりフル活動で行いました。色分けしてありますけれども、ファストドクターのグリーンの部分、それからブルーを中心とした各地区医師会の働いた部分、そして有償会の支援を受けた部分という形で分かると思います。こういった形で地区医師会、ファストドクター、有償会とがうまく連携コラボレーションして24時間体制を立ち上げたものでございます。次お願いします。でこういったものについてやっぱりきちんとした検証といいますか、状況を把握するためにかなり綿密なアンケート調査を行いました。今回時間がございませんので、ごくかいつまんでポイントだけを説明します。54の地区医師会にアンケートを出しまして、回答率は54箇所、つまり 100% 回答でございます。
まず1番目です。自宅療養者等に対する医療支援強化事業に参画している、いわゆる東京都医師会、東京都が作り上げた東京都モデルに参加しているところは28箇所です。それから、地域ごとの医療支援体制、さまざまな形で、仕組みを作っているところもございました。東京都バージョンだけではなくて、その地域に合った医療支援を活用したバージョンが16、それから構築していない、それから1と2を併用するが6ということであります。で、調べてみたんで、その構築していない4につきまして、そこで大きな問題が起こったわけではなくて、こういった仕組みがなくても、まあ、今回のことについては対応できたというふうに伺っております。次お願いします。このアンケートのピックアップしたものでございますけれども、まず一番大事なことでございます。先ほどの図から分かりますように、支援を求めた患者様に対して、保健所、フォローアップセンターがそれを受け止めて、すぐ我々に回すわけですけれども、この保健所やフォローアップセンターからの支援要請に対して、すべて対応できたかという質問に対しまして、36の区市町村においてはすべて対応したと。それから対応できない事例もあったが10箇所ということで、まあ、80%、8割近くは、まあ、全て要請を受けた分を対応することができたということでございました。それから、まあ、医療支援体制が今回の COVID-19 の自宅療養者に対する医療支援に貢献したかと思うということで、まあ、8割のところから貢献できたんではないかと、まあ、大変でしたけれども、まあ、各地区医師会の先生方、手応えを感じたなということが、ここからもつかめていると思います。次お願いします。まあ、今言ったことを取りまとめますと、まあ、アンケート調査等を含めまして、ほとんどの区市町村で地区医師会によるさまざまな医療供給提供体制が構築されました。まあ、いわゆるスタンダードモデルもありますし、品川区モデルといったようなバーチャル待合室を使ったもの、あるいは八王子市モデルといったように、入院をとにかく第一に考えて、できる限り在宅療養者を防ぐといったような仕組み作りもありました。いろんな特徴がございました。それから2番目、メガ在宅医療機関と地区医師会の連携は、24時間の医療救急体制について生かされたということも実証されました。また、保健所、フォローアップセンターからの医療対応要請については、ほぼすべてに対応できることが多かったということが言えます。また、地区医師会と担当医師は、この爆発的に、8月ですけれども、陽性者が増加する中ですね、日常診療の手を休めることなく、さらに当時、ワクチン接種もやってましたから、携わりながら自宅療養感染者、待機者への医療供給体制に全力で臨んでもらえたということを本当に感謝しております。また、各地区医師会につきましては、第6波、来るべき第6波に備えて、現状のシステムをさらに向上させたいという前向きな意見がたくさんアンケートの中に書かれておりました。これも心強い次第でございます。次お願いします。まあ、ざっくり今回の状況を見てみますと、いわゆる、まあ、左下の保健所、あるいはフォローアップセンターからしっかり患者様の情報を受け止めていただければ、それに対して地区医師会がこのように救助の手を差し伸べて作り上げるという仕組みが作れたわけですけれども、残念ながら岩陰にいるような方といいますか、把握ができない方については、その手が届きにくかったと、そういった点で在宅の中で不幸な転居をされた方もいらっしゃることはご存じのとおりだと思います。これをどう今度変えていくかということです。手も増やしたいし、目も増やしたいというわけでございます。次お願いします。そこで今回の第5波を反省しながら振り返ってみました。まあ、第6波に備えて、自宅療養感染者、待機者への新たな医療支援策を今、東京都ともに煮詰めております。まもなく正式な部分は公表できると思いますけれども、今分かる範囲、お伝えできる範囲で伝えたいと思います。で、まず稼働中にしましては、各地区医師会による診療体制。これは今のままでは物足りんということで、各地区市会ではそのバージョンアップを進めているということを伺っております。さらに稼働しておりますオンライン診療システムによる広域な遠隔診療、いわゆるバーチャル待合室ですけれども、これもいよいよ、いわゆる仕組みですが、ICT 環境をさらにバージョンアップいたしまして、まもなく全都的に拡充する方向に進んでおります。それから、下段の2つ、これは新規です。診察検査医療機関にある健康観察支援、これが新しい盾です。もう一本立てましたのが、往診体制強化、広域に往診を行う医療機関の選定というものを今、検討しております。次お願いします。ちょっと今分かる範囲で具体的に説明しますと、これが新規事業の診察検査医療機関による健康観察等の支援の事業です。まあ、陽性患者さんの検査、
で診療を行った医療機関等がですね、ハーシスを利用した発生届を、保険に出すと同時に、自宅療養者に対してですね、マイハーシスを使ったりすることによって、ご自身が見た患者様を、ご自身がこれからも見ていくといったような仕組み、当たり前といえば当たり前なんですけども、これまではこれが保健所に渡すことによって分担していたもの、これを普段の診療と同じように、きちんと自分たちが見た患者様を自分たちが責任を持って見ていこうという仕組みを考えています。ですから、入院の必要性とか、ホテル用がいいかということについても、判断できるような仕組みになればいいかと考えています。これが新しい仕組みの一個です。もう一つが、次お願いします。往診体制の強化策です。往診を広域に行う医療機関との連携、今回作り上げた仕組みの中で、24時間体制につきまして、やっぱりこういった医療機関との連携ってすごく大事だということが分かりました。ですから、自宅療養の医療、提供体制の強化、あるいは高齢者施設のクラスター発生時に迅速に対応するために、感染拡大時になったときにですね、急遽、こういう仕組みが作れるように、往診等を広域的に行う医療機関を都が選定して、自宅療養者等への医療教育体制のサポートをしてもらうということを今、作り上げることを考えています。繰り返しですけど、まだ今、検討中で、すべてをつまびらかにできませんけれども、第5波のものをですね、反省しながら、さらに上を狙うためにこういう仕組みを考えています。いずれにしてもこういった受け皿作り、これからも懸命にやってまいりますけれども、なんといっても大事なことは、先ほど角田副会長も言ったように、今の都民の皆さん方の個々人のですね、愚直にまで頑張っていただいている感染予防策というものをぜひ続けてあって、その上に成り立つものでございますので、ぜひこれからも我々も頑張りますので、都民の皆さん方もぜひ感染予防についてのご配慮よろしくお願いします。私の方から以上でございます。はい、次は資料6ということになります。新たな変異株の感染拡大による第6波を阻止するための検査体制拡充策として、黒瀬理事より話をさせていただきます。はい、こんにちは、黒瀬でございます。ご存知の通り、オミクロン株、変異株が新たに出てきまして、せっかく落ち着いてきているこの感染状況がまた今後どうなるのか、またオミクロン株がいわゆるその強毒性なのか弱毒性なのか、まだちょっと先が見通せない状況でございます。そういった中で、どうやってその検査体制を充実していくのか、あるいはどういう点に気をつけたらいいのかということに関してお話をさせていただきたいと思います。スライド次をお願いいたします。これはもう一度振り返りなんですけれども、私どもが提唱している東京コロナパスの特徴でございます。最大の特徴はマイナンバーカードですとか、あるいは運転免許証等、いわゆる個人情報をが乗っかっているような、こういったものを提示しなくても顔写真に検査結果が紐づいた形で証明できるということで、非常にこう皆さん安全安心に使用していただける、こういったシステムであるということを今までずっと伝えてまいりました。続きまして次のスライドお願いします。こちら最近出た論文なんですけれども、やはりその抗原定性検査、いいところ、悪いところ、それぞれあります。で、いいところといいますと、やはり安い、早い、そして簡便にできる、ただし、欠点としましては、そのいわゆる感度が低いんではないかとか、あるいは誤差が多いんじゃないかとか、そういった指摘もございます。ところが、この論文を見ていただくと分かるように、実はきちんとした検査をしていただければ、いわゆるその偽陰性、あるいは偽陽性、3.5% しかございません。しかもそのいわゆる一番心配なのは偽陰性なんですね。本当にかかってるんだけども、陰性に出てしまって見逃してしまう、そういった方はほとんどいなくてですね、実際にはその非常にウイルス量の少ない方を若干見逃す可能性があるというところでして、いわゆるその市中感染が、いわゆるどんどんその方が他人にこう、感染を移していくっていうところの、その可能性を探るという点でおきましては、この抗原検査、抗原定性検査というのは非常に有用であるということが確認されております。で、次のスライドをお願いしたいと思います。先ほど来、尾崎会長、あるいは角田副会長から、やはりその社会活動、経済活動の、リスクに準じた形の、ワクチン、検査パッケージというのを考えていかなければいけないというご案内をいただいております。で、あくまでもこれも標準的な予防策は必ず行った上で、かつ、どういったシチュエーションでは、
ワクチンだけでいいのか、どういったシチュエーションでは抗原検査が必要なのか、あるいは PCR 検査が必要なのか、そういったことをきちんとこう、階層を立てて考えていく必要があるということを我々は考えております。で、その次のスライドですけれども、活動リスクと対策の具体例ですけれども、例えば、ホテルや会議室、今日みたいなこと、これもそうなんですけど、この記者会見もそうですけども、飲食を伴わない、きちんと皆さん、マスクをした上でご参加いただいている、こういった場合には、ワクチンを2回接種している、今後3回になると思いますけども、今の現時点では2回接種している、または抗原検査で陰性を証明できている、こういった方にご入場いただいて、活動に参加していただく。一方で、例えばホテルとか、あるいは飲食店でですね、飲食を伴う宴会とかイベント、こういったものに関してはリスクがかなり高いと考えられます。ですから、こういう時には、ワクチンを2回接種しているだけではなく、かつ抗原検査、あるいは PCR 検査で陰性を証明していただいて、そういった方々がその活動に参加することによって、安心安全に皆さんが宴会を楽しむことができる、あるいはイベントを楽しむことができる、そういったところが大切なところだと思います。で、我々が最も危惧するのは、要するに2回ワクチンを打った方、残念ながらそのブレイクスルー感染を起こして、ご自身感染してるんだけども、症状がほとんど出ない。そういう方が2回ワクチンを打ってるからといって、会合等に安心して出ていってしまって、その横には体質的に残念ながらワクチンを打てない方がその横にいて、そのワクチンを打って2回打ってるんだけども、実は感染している方から感染を受けてしまうと、こういったところが我々一番心配するシチュエーションであるわけです。ですので、リスクの高いところでは、やはりワクチンを打ってるだけでは安心せずに、きちんとウイルスの陰性証明をしていただきたい。というふうに考えます。で、次のスライドお願いします。先ほど来ご案内いただいておりますように、もう2回目接種からかなり時間が経ってきております。だんだんやはりその抗体の産生能力ですとか、そのワクチンの予防効果、あるいは重症化予防効果というのが次第に落ちてくることが危惧されます。また、ブレイクスルー感染が増加してきておりますし、さらにオミクロンによって、こういった変異株の新たな登場によってですね、ブレイクスルー感染が増えてくる、そうするとサイレントスプレッダーが多くなってくる、そうすると、いわゆるそのワクチン接種だけに頼っている東京ワクションだけで、本当にその安心安全に社会活動ができるのか、経済活動ができるのかというところは、もう一度見直す必要があると思います。で、私どもは、その注射薬、あるいはその内服薬、今後出てくる内服薬に加えて、やはり3回目のブースター接種、これが非常に大切であるということ、そしてそのブースター接種の、だんだんこう実行されていく流れ、あるいは内服薬がどれくらい効くのか、そういったことを見極めながらですね、検査体制を、その時点その時点で最適な検査体制の充実を図っていく必要があるというふうに考えます。で、次のページを見ていただくと分かりますように、抗原定性検査の利点を最大に生かすためには、できるだけ多くの方に何度も繰り返し検査を受けていただく必要がございます。そのためには、薬事承認された、いわゆる検査用ではな研究用ではなく、薬事承認された検査キットを多くの方々に利用していただく、そのためには販売網の拡充が大切です。コンビニや飲食店舗、あるいはインターネットでの販売、こういったことも視野に入れる必要があると思います。また、検査を受ける場所も必要です。いわゆる医療機関に行く方、だんだん減ってくると思います。ブレイクスルー感染、ほとんどの方は症状出ませんので、そうなると医療機関にかかるっていうきっかけがございません。そうすると、やはりその町場の中でですね、いわゆるその薬局さんですとか、あるいは街角の検査場みたいなところで検査を受けていただくということが、検査体制をこう充実していくために必要になってまいります。次のスライドお願いします。で、岸田政権になりまして、検査の無料化というのをこう打ち出してきております。こういった検査機会を拡大するという、こういった政策を追い風にしていって、私どもはどんどんこの検査を日常の中でこう利用していただくということを考えております。そして、市中感染状況を鋭敏に察知することによって、早期発見、早期介入、そして早期治療をして、先手医療によって第6波をできるだけ低く抑える、できれば来ないようにする。どんどん遅らせる、そういったことを考えております。で、最後に大切なこと、これは、もし万が一、市中でその検査を受けたときに、陽性が疑われた場合、この場合には、きちんと医療機関を今度は受けていただいて、そこで、先手の治療を受けていただく、
そういったことが必要になってまいりますので、そのためには、この後、梅沢先生の方からご案内のある、発熱外来マップ、そして AI による問診、こういったシステムをご利用いただければよろしいかと思います。次のスライドお願いします。こういった発熱外来のそのマッピングというのが今もすでに実用化されておりますので、ぜひご活用いただきたいと思います。で、最後になりましたけれども、最後のスライドお願いします。実証実験の再開ということ ですね、私ども、6月に、歌舞伎町で街中の抗原検査の、実証実験を行いました、また7月にはホテルで、実証実験を行ってまいりました、でここのところ、感染状況も落ち着いているということで、一旦中断しておったんですけれども、今度の12月の後半から2月にかけて、15箇所ぐらいのホテルの宴会イベント、および都内の7箇所ぐらいの繁華街の中で行う街角におけるその飲食店のお客さん、あるいは従業員向けの実証実験というのを再開したいと考えております。これは関係各方面、官庁等も含めてご相談をしながら、今、着々と準備を進めている段階でございます。詳しいその実施場所ですとか、実施の期間に関しましては、後ほど記者会見の後にご希望の方がいらっしゃいましたら、情報提供させていただきたいと思います。以上でございます。ありがとうございました。最後の各論ですが、資料の5としてですね、AI 受診相談、発熱外来検索の提供を始めましたということで、黒瀬理事からもお話がありましたけど、梅沢理事にお話をしていただきます。皆さんこんにちは、最後のプレゼンターになりました情報担当の理事をしております梅沢でございます。早速始めさせていただきましょう。黒瀬先生がおっしゃったように、迅速キットで検査をする、それで陽性になっちゃった、いわゆる検査難民ですね。もしもそういう時にかかりつけの先生が発熱外来やってらっしゃればそこに相談すればいい。ただそうじゃなくて、今までかかりつけ医なんて見たことも聞いたこともないよ、そういうような患者さん、どういうふうにして発熱外来に結びつけるかというのが今回の私の命題です。で、ネットで検索します。あっさりとコロナ東京都、それから陽性とか入れてやってみますと、こういうページしか出てきません。何の役にも立ちません。で、うまく検査したところで、この次のページに行くのが関根山だと思います。ここでは発熱外来に行くためにどこの電話番号にやればいいか、それが載ってるだけです。ということは、ここにかけても陽性者が山ほどいるときには電話がかからなかった、あの電話しか出てないと、そういう形になります。ということで、これは役に立たないと。となるとどうするかということで、10月にありました記者会見の時に会長、それから黒先生が発表したように、東京都の方でこういうマッピングのページを作ってもらいました。このマッピングのページ見ればそれはそれなりに分かります。で、実はこの発熱外来というのは公開されているわけなんですね。で、発熱外来東京都で検索しますとこのページにたどり着きます。そしてこのページの赤いところ、ここのところをクリックしますと、先ほどのページに行くという形になります。ただ、もうちょっと便利にしたらどうかなっていうのが私のアイデアです。で、黒瀬先生からもこのアイデアいただきまして、で、なんとかしたいということで検討してみました。迅速検査で陽性になった、そしてスマホの開いて、そして当会のホームページから問診サイトに誘導することになります。そうしますと、AI 問診などで症状などを入力していただきます。そうすると、入力が終わると、最寄りの診療検査医療機関が表示されて、どこに行けばいいかが教えてもらえる、そういう仕組みです。当会ホームページのトップページです。それから、リンクをたどりますと、この次のページに行きまして、ここのところ、これクリックしますと、実は、日本医療受診支援研究機構というところが立ち上げてくれたページ、これがこの AI 問診の入り口となります。そして、こういう、こちらの開いてありますように、実際の AI 問診、これ、割と実用的なもので、僕なんかも神経内科の、問診に利用しているところなんですが、そこのところが開いて、どんどんやっていくと、最終的にここのところ、回答結果が準備できました。これで下の青いところをクリックしますと、
あなたの症状に合った病院はという形で回答が出てくる。そしてここのところの病院の右肩上の方に発熱外来 OK というマークがついている。その医療機関に電話なり何なりで連絡していただければよろしいという、そういう仕組みでございます。で、この発熱検査医療機関に登録されているところにマークがついて、これがミソです。これ他の都道府県では実現していません。実際このシステム自体動かせば全国どこでも動くんですが、この発熱外来が分かるのは東京都だけです。これのために先ほどの協会が協力してくれたという形になっております。でそこのところ開いていきますと、こういう形になりまして、あと実際にこの結果が医療機関の方にファックスもしくはウェブの上から届くことができるようになります。ただ届けられる医療機関というのは限られているので、すべての医療機関というわけではありません。で、こちらの方で、見ることができるということは、医療機関の方で電子カルテなどにこれをコピー&ペーストしてあげれば簡単に問診ができてしまう。まあ、ただ実際にそこまで簡単にはいかなくても、こういう形で医療機関の方が実際にその患者さんの大まかの状態を知ることができるということは、非常に診療を、短時間で済ませる、そういう形の便利なところにつながってまいります。医療機関の皆様には診療検査医療機関への参画をぜひお願いしたいと思います。まだまだ登録してくださっていないところはあり、余力のあるところはぜひこういうところにご協力いただけたらと思います。さらに陽性の結果が出た人にはこの AI 受診相談発熱外来の検索をご利用いただければと思います。そしてイベントを開催する方で、検査をしてくださいというような方が、イベントもあるかと思います。もちろんワクチン打った証明を持ってこいというところもありますし、ココアをちゃんと2週間動かしてからというところもあるかと思いますが、ぜひこの QR コードを入れていただいて、もし陽性だったらこういうところで、心配を解消してくださいというふうな流れに持ち込んでいただければありがたいと、そのように感じております。私のプレゼンはこれでおしまいでさせていただきます。どうもご聴取ありがとうございました。なおこちらにちゃんとプレスキット、皆さん文章にしやすいように表紙のところつけてありますので、ぜひご利用ください。この QR コードはぜひ普及していただきたい QR コードです。以上です。どうもありがとうございました。はい、以上6名から話をさせていただきました。ここからは質問をお受けしたいと思います。質問に際しましては、所属及びお名前を言っていただいて、質問をどなたにということで言っていただきたいと思います。では挙手をしていただきたいと思います。一番右側のグリーンの、はい、方からいきます。端からいきます。マイクまで来ていただいて、所属とお名前をお願いいたします。またどなたの、誰に質問かをお願いいたします。朝日新聞の関口と申します。よろしくお願いします。平川さんに伺いたいんですが、新規事業の診察、検査医療機関による健康観察の支援業務についてなんですが、これはどのくらいのその医療機関から協力を見込んでいて、その保健所が担っていたかと思うんですが、どのくらいその保健所の業務を軽減することっていうのが期待されているのか、分かっている範囲で教えてください。ご質問ありがとうございます。この事業非常に大事な事業でして、ただ参画してもらわなきゃ意味がないわけです。今東京都の間で把握しているのは、さまざまなこれまでの調査等々した結果3000前後はあるんじゃないかと。ただこの仕組み自体はまだ今日が最初でですね、各先生方にもご説明してないので、そのうちどれぐらいの方が手を挙げるか分かりませんけれども、まあ、こういった形で、まあ、往診だけではなくてさまざまな形で観察するっていうのは医者にとってですね、ごく日常の診療でございますので、まあ、かなりの方がお手を挙げいただけると考えております。ありがとう。なんかその、まあ、手を挙げてもらわなくちゃ意味がないかとは思うんですが、なんかその参加してもらうため の、 そのインセンティブといいますか、その強制力みたいな、実行させるために何が必要なのかというのをもう一度お願いします。もちろんモチベーションといいますか、
医師の教授だけじゃ無理な話であってですね、普段の収入もございますので、これ今の議会の方で東京とかいろいろ練り合って予算等を作っております。それまた分かりましたらご連絡いたします。すいません。はい、ではどうぞ前の方へどうぞ。日本医療企画の池田と申します。本日はありがとうございました。平川副会長にお伺いしたいのですが、そもそも第6波に備えてというような話の中で、どの程度の規模を現状のままいくと、規模感としてはどれぐらいの感染者が出るというふうにお考えなのかということについてお伺いしたいのと、ちょっと臨床不足で大変恐縮なんですけれど、マイファーシスというシステムについて簡単にご説明いただけますでしょうか。で、最後もう一点が、広域的往診等の担当病院の話であったと思うんですが、こちら、以前の会見の中で、感染症対策をメインでは公的病院で担ってほしいというようなお話があったと思うんですが、公的病院中心で行っていくふうにお考えなのかということについてご協力いたします。質問の内容についてはちょっと回答者が変わりますけどよろしいですか。はい、いいです。はい、すみません、最初の感染症の分と最初の2つ、私副会長の角田から申し上げます。ちょっと第6波についての想定は実はまだよく分かっておりません。オミクロン株の場合は、感染力が強いけど重症化がどのくらいかというのもありますし、その辺はちょっと数としてはまだ持ち合わせておりません。それと2つ目の質問のマイハーシスの方なんですが、ハーシスというシステムで私どもはウェブで感染届を出します。ちょっと一番最後のところに、その感染者された方の携帯番号、特にスマホをの場合で使うので、その番号を入れて、そしてその方にマイハーシスを連絡するというふうな形で、こちら私どもがクリックする。でその時もちろん本人にも承諾を得た上でクリックをするわけですが、そうしますと私どもが出した感染症の届けが保健所へ届くと同時に、その保健所から URL がその方 のスマホに届きます。でそれにアクセスすることによって自分の体温とか症状とか、あとは軽視酸素ワードなんかも入れれるんですね。それをこの感染症の発生届を出した私どもが毎日チェックできるんです。でそれによって患者さんの状況を画面でチェックをして、その上で電話をしたりとか、いろんな LINE とかで本人に処理する。それがマイハーシスのシステムでございます。ありがとうございます。もう一つ質問は、はい、質問が往診に行くその在宅支援病院等 その病院側担う部分の話だと思いますので、それはじゃあ私の方から、すみません、平川先生が一つも答えなくて申し訳ないんだけど、往診に行くのにあたってですね、それぞれの医師会が、平川先生がおっしゃったその医師会が在宅の患者さんのところに往診に行くっていう、そのシステムのさらにバックアップするような形でですね、病院がその往診を担おうということで、主に在宅支援病院というのがあるんですけれども、その在支病というところにお願いしていこうかということを東京都と一緒に考えているところです。で1医療圏に1つぐらいのバックアップ病院があればと考えているところですけれども、それで足りるのかということで、もう少し増やしたいなとは思っていますが、数の問題、それから感染状況にもいろいろよりますので、一応これは想定として一応準備をしていくというものです。それから公立公的な病院が中心となってという話は、入院医療に関してですね、もともとその平時でやっていることをその災害の時に大きく変えるっていうことはなかなかできない。公立公的病院は往診だとか在宅医療だとかっていうことをほとんどやってませんよね。だからその入院医療というものに関して中心になってもらいたい、専門病院としてなってもらいたい話をたくさんしてますけれども、在宅こと在宅往診ということに関しては、これはまさに地域の我々のような密着している病院であり診療所が行うことだと思いますので、そこの部分はですね、公立公的中心というふうには考えているわけではありません。以上です。はい、ありがとうございます。はい、それでは他にご質問ございますか。挙手をお願いします。そちらの女性の方お願いします。前へ出てきていただいて、所属とお名前とどなたに質問かというのをお願いします。読売新聞の上野です。
尾崎会長になるか、詳細にご説明くださった川さんかもしれません、どっちか説明したんですけども、ワクチンの証明プラス、検査をやっていって経済を回していくっていうことをご提唱されたかと思うんですけれども、この点についてはすでにもう東京都と話し合った上で話し合いを進めている中でそういう方向になってきているのか、あるいはまだ今回は東京都医師会としての考え方を示されたのかという点が一つとですね、この、ワクチンの接種証明プラス検査を2つ求めるフェーズっていうのが今の、まあ、感染が落ち着いたところからやっていくということを考えていらっしゃるのか、ある程度感染が広まった段階でと考えていらっしゃるのかっていうのがもう1点で、最後にもう1点が、ワクチンを接種した上で検査をやるとなれば、まあ、若い世代まだ未接種の方々多いですけれども、メッセージの発し方によっては、もうだったら接種しなくても毎回検査すればいいじゃんかって考えてしまう人もいるかと思うんですけれども、この点についてどうお考えかと教えてください。こちらで回答者決めてもよろしいですか。はい。じゃあ。はい、ご質問ありがとうございます。副会長の角田がお答えさせていただきます。まずは一番最初 その東京都と その調整ですけど、これはあくまでまだ正式な調整しておりません。特に先ほど私がお示しした2つの条件と、まあ、感染のレベルについては、私どもの会内での考え方でございます。私どもはやっぱり医療専門職の集団として、できる限り感染を予防するという面で、かなり厳しめのものをした次第でございます。でもう一つ、その検査と、まあ、ワクチンの関係でございますが、やはりワクチン2回接種しても先ほどから、まあ、お話しあるようにブレイクスルーといいますか、どうしても抗体が下がった後で感染はしてしまう可能性があるんですね、まあ、重症化は予防はかなりできますが、ですからワクチンむしろ本当にレベルが上がって感染者がと接する機会が可能性が高い場合にはやっぱり直近の検査というのは非常に重要だというふうに考えております。ですからやはりワクチンによる基礎免疫プラス直近の検査ということはやはり私もなくてはならないというふうに考えております。でもう一つ最後 その、まあ、じゃあワクチンをしなくて検査すればいいじゃないか、まあ、そういう考えがあるかもしれませんが、それですと基本的な免疫が本人ないまま毎回毎回、まあ、複数人と会う場合に検査するということになります。ですからその検査会う状況、つまり会食であるのか、何か本当にこういうベンチ作るスタイルの講習会であるのかによって感染の可能性は変わりますが、やはり基礎的なかからないという免疫の獲得はやはりある程度の確率でワクチンできますので、それをやはり基礎とした上で検査を上乗せするというふうに考えている次第でございます。私からは以上です。他にご質問ございますか。ペンジさんにはね、ちょっと私の目からだと右側の一番上後ろの女性の方の方が早かったんで、すいません、前に出てきていただいて、質問者分からない場合はこちら決めさせていただきますけど、所属とお名前をお願いします。テレビ朝日の井岡と申します。お願いします。いや、勝った先生なのかなと思うんですけれども、発生届をファックスで送る医療機関のケースがあるというふうに伺っています。ファックスがあるにもかかわらずそのファックスで発生届を送るということの受け止めと、あとファックスについて医療機関の皆様どう感じてらっしゃるのか、まあ、使いづらいとか深井、はい、ありがとうございます。現時点で先ほど他の理事がお話ししましたけど、東京都内ではもうすでに 50% 以上は発出による発生届です。でたやはりウェブ上での扱いに慣れていない、まあ、方とかですね、はどうしてもやっぱ発出抵抗があって今まで通りのファクスで出される方がある一定数います。ただ私どもはできるだけ 100%その発出による提出をお願いしております。先ほどマイ発出の利点等という趣旨の利点がございますの でそれについて実はこの8月の第5波の時の前からお話ししたところ、非常にその発出の提出伸びておりますので、ゆくゆくは私も 100% をしたいというふうに思っております。以上でよろしいでしょうか。はい、 ありがとうございます。確かにハーシスは全国的なシステムですので、実は厚労省が中心になって作っ
作っております。で、私も実は厚労省ともよく意見交換をいたしまして、やはり使い勝手、現場で使ったことをこういうところは改善してほしいということをですね申し出ると、本当によく回収していただきまして、徐々にというか随分使いやすいシステムになったというふうに考えております。以上でございます。はい、これはもう各地区医師会にそういったハーシスの 100% を目指してくださいということをお願いしておりますし、各会員に対してもぜひそれをしてくださいということを周知しております。はい、はいはい、では、向こうの端の、すいません、所属とお名前を、あとどなたに質問なのかを言っていただきたいと思います。毎日新聞の黒川と申します。黒瀬先生になるかと思うんですけれども、検査の拡大という部分で、政府も PCR の無料化ですとか、だんだん方針が変わってきたように思うんですが、一方でこう地方自治体にこういろいろ取材なんかをしてますと、こう未だに少し消極的なような声も聞くところでして、理由として聞くのが、例えば、医療生の方が日々大量に出ると、それこそ医療機関に負担ではないかとかですね、いろんな声が聞こえてくるんですが、そのあたり、この検査を今後拡大していく上で このデメリットや今後乗り越えなければいけない課題という点について、どのように捉えていらっしゃるのかお聞かせいただければと思います。はい、ありがとうございます。まず先ほど目澤先生の方からもご紹介があったように、東京都の場合には診療検査医療機関で発熱の方、あるいは検査で陽性が疑われるような方を見ていただく医療機関が、4000ぐらいあって、そのほとんどがマッピングされておりまして、そこに誘導できるようなシステムができております。これは多分他の都道府県にはないシステムですので、東京都はかなりそういう点で進んでいると思います。で、これがなくてただ検査だけ拡大していっても、これは本当にご指摘の通りですね、偽陽性の方をただ泳がせてしまって、かえって社会的な不安になってしまう、あるいはその医療機関に検査のキャパシティの非常に小さいところにわっと集中してしまって、その医療機関のその普段の外来機能が停止してしまう、そういった危険は当然あると思いますので、そういう点でやはりその他の都道府県の都を除く道府県が比較的特に抗原検査を広げていくことに対して、やや後ろ向きなその印象を持たれるというのは、やはりその後のフォローアップ体制をきちんとまだ構築できていない、あるいはその自信がないというところに一つの大きな問題点があるのではないかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。そのあたりはフォローアップ体制も含めて総合的に考えていらっしゃると。そうですね、東京都の場合には東京都医師会と東京都がしっかりとそういう点では医師を共通して持ってシステムを作ってそれを運用するように努力しておりますし、また今のような感染状況が比較的落ち着いているときにこの検査体制を作っておく、それによってもすでにその波が大きくなる前にそういったその慣れておくっていうんですかね、そのシステムにっていうことが非常に大切で、それは医療機関側にとっても、それから検査を受ける側にとっても、その慣れておくっていうことが大切だと思っています。ありがとうございます。はい、ではそちらどちらの方、所属とお名前をお願いいたします。すみません、テレビ東京の吉田です。野口先生にお伺いしたいんですけれども、よろしいでしょうか。東京都の医療提供体制、この夏と比べて3割増ということなんですけれども、これ病床稼働率は 85% という割と高い目の目標設定になっているかと思います。それはこの 85% っていうのはそもそも実現可能なのかというところと、実現するための課題について教えてください。はい、質問どうもありがとうございます。可能性と課題は課題をクリアすれば可能になると思っているので、答えが一つになるかなと思いますけれども、再三お話をしているんですけれども、入院というのはそのホテルのように個室の中にどんな方でも入れるというのとは違って、やっぱり男性部屋、女性部屋があったり、重症の部屋があったり、いろいろ部屋に特性がございます。
ですからマッチングっていうのは非常に大事なんですけれども、それを調整を行う、東京では31の保健所と、それから東京都庁の調整本部というところで、今度、ずっとその第5波までマッチングをしてきたんですけれども、この調整力がやっぱり全体としての調整力を上げていくのがすごく大事だろうと私は思っています。いくつかのその病床が使われなかったということがかなり問題化されましたけれども、私ども医療機関はその見ないということを表明している医療機関は一つもなかったと思っています。一生懸命やりたいんだけれども、なかなかそのフィットするその患者さんが、なかなか案内が来ないとか、そういうようなところが大きく影響してですね、稼働率が下がったと思いますけれども、そこの部分をクリアすればうまくいくだろうと。この方法に関しては、どういうやり方がいいかということは、課題を東京都と共有しておりますし、東京都は保健所の皆さんともそれを共有する努力を一生懸命しています。数だけでは表せない、そのソフト面の強化をですね、今、実は一生懸命相談しながら上げていこうとしておりますので、85% という稼働はクリアできるだろうと思っておりますし、そうしなくてはいけないだろうと思ってます。以上です。そうするとやっぱり調整能力を上げていくことが、そうですね、もちろん我々の病院の方もですね、スキルを上げなくちゃいけないとかいろいろ課題はあるだろうと思いますけれども、今一番とにかく行わなくてはいけないのは、その調整力、全体としての調整力、もう保健所の皆さんもですね、東京都の調整本部の皆さんも本当に頑張ってるんです。もうどうし、もうこれ以上っていうできないぐらい、もう大変な思いをして調整しているんですけれども、その中にいくつかの課題はあるんではないかなと我々は思っておりまして、そういう部分をクリアしながらやっていきたいなと思ってます。そうですね。保健所で調整をして、調整本部の方で調整すると1人の患者に対して2回調整しているとかね、効率性を上げる方法はいくつかあるんではないかなと思ってますので、これは人の問題であったり場所の問題であったり、もしくはその連絡ツールの問題であったりっていって、一つでは解決できないことがありますので、今ここでいろいろこうお約束はできないんですけれども、とにかく何とかしなくちゃいけないという思いは強くみんな共有しておりますので、何とかしたいなと思っています。ありがとうございます。はい、では、そちらは、はい、そうです。所属とお名前をお願いいたします。どの理事に質問なのかもお願いします。はい、医師向けに情報発信してしまう、メディアの小野と申します。黒瀬先生と梅沢先生に一つずつ質問させていただきます。まず黒瀬先生、先ほどのご説明ですと、マイナンバーカードや運転免許証を必要としない、仕組みをご提案いただきましたけれども、つい先日、昨日だったと思いますが、政府デジタル庁の方で、マイナンバーカード必須だというようなお話が、これは、パスですかね、アプリですか、あったと思いますが、そのあたりのことは、この東京都の、都医の、仕組みとはどういうような関係になっていくのか、実機的なものもあるかと思うんですが、教えていただけないでしょうか。マイナンバーカードの場合は、ワクチンの接種ですよね。に関してですので、私どもはその抗原検査の結果をその顔写真付きの証明としてお送りするということで、若干ちょっとその使用場面が違ってくるのかなと思うんですけど、当然そのワクチン接種証明と抗原陰性証明を併用する場合には、両者を併用することも大切だと思いますし、あと、いわゆる政府の方が出している検査陰性証明書のひな型というのがございます。今、そことすれ合わせをさせていただいておりまして、顔写真入り の、 証明書プラス、そういった政府が指定するような証明というのをこう、そのページをめくると出てくるような、そういったシステムに変えられればなというふうには
考えております。これは内閣官房の方とも一応相談をしながら、今度の実証実験は内閣官房にも今相談中でございまして、でそれで我々 の、 その顔写真入り の、 その証明書の 実用化というのを図っていきたいというふうに考えています。何かこうダブルスタンダードのようなものになってしまうという懸念。そうですね、うまく持っていかないとダブルスタンダードになる可能性は確かご指摘のとおりあると思いますので、そこをうまくいいところを融合していくような形で、どうやったらそれがうまく使えるかということを今後実証していきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。あと梅沢先生にお願いいたします。説明でありますと、東京都医師会のホームページを介して、先ほどのマッツのですね、近隣の診療検査医療機関につながるような仕組みであるというお話でしたけれども、必ずしも東京都医師会の会員ではない医療機関というものもマップの中にもあるのではないかと思いまして、そういったところにはこの仕組みというのはどういうふうになるんでしょうか。はい、ご懸念ありがとうございます。実はそういうところ、実は東京都医師会では、コロナインフルエンザウェブという、そういうサービスも行っています。診療検査医療機関であれば、どれだけ自分のところの診療所で患者さんが発生したか入れていくと、実は東京都内中、ここに患者さんが出たよっていうのがある。それの時にすでに会員だから ID やパスワードを教える、そんなことはケチなことやってません。もうその時からすでに都内中の医療機関全部にコロナインフルエンザウェブの ID パスワードを配りました。そして今回につきましても実は診療検査医療機関が公表されているところをしっかりここのマップ上に出せるように、医療機関コード番号ですね、13なんとかで始まるやつなんですけども、それを全部教えてもらい、そしてそれをソフトウェア作る方に教えて、そしてマッピング、それからあと診療検査医療機関のマークですね、それにつけるようにやっております。ですからこういうことに関して東京都医師会は会員非会員を問わず、しっかりとしたすべての医療都内の医療機関平等なサービスを行っております。よくわかりました、ありがとうございます。はい、で先ほどの一番黒木先生に質問された件なんですが、昨日発表された件、これあくまでもワクチンの接種証明です。これ接種証明ですので、 VRS というワクチンを打ったという医療機関で一つずつコードを読み込んでやっていく、そのシステムとの連携したものになっています。ですから我々、東京コロナパスでやろうとしている検査の方のものとは全く、別のものである。でこのコロナパス、ワクチンを打った証明ですね、これ山ほどのベンダーさんが手を挙げてもう作り始めちゃってます。でその中にはさらに食べ物を食べるときに安くなるとか、そういうサービスつけてるところもあります。でそっちにはマイナンバーいりません。ただそっちの方を優先されるよりは、やはり国の方をきちんと優先する、そしてワクチン接種証明の正式なものを欲しいんだったら国の方を要求する、ただしっかり作ってくれてるかっていうのは僕らの一番の心配です。何せ VRS いろいろなトラブルありました。1日丸々止まっちゃったこともありますし、読み込みがうまくいかなかったってこともあります。でこれわずかスタートアップの小さなベンダーさんに依頼してるんですね。そういうようなことで本当にいいのか、でちゃんとしたものができてるのか、そこのところを我々はとっても懸念しています。ちゃんとしたいいものであれば皆さん利用していただき、それが最終的に国として他の国に行った時にも使えるようにきちんと拡張してもらいたい、そのように願っている次第です。ありがとうございました。はい、カメラマンの方どうぞ会議の前まで、所属とお名前をお願いいたします。どの理事の方の質問に対してですね、はい、インディペンデントリザーの IWJ の渡来と申します。先ほど の、 方 の、 質問に関連してですね、質問というよりは確認なんですけれども、国の方はですね、マイナンバーカードと の、 その、連携ということをおっしゃってますけれども、お医者様としてですね、この、ワクチンの接種であろうが検査であろうがですね、マイナンバーカードとの、連携が
必要であるというふうにお考えなのでしょうか、それとも特にそれは医療上は必要がないというふうにお考えなのでしょうか。理事はどの時でしょう。どなたでも、どなたでも、はい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 、メザー理事お願いします。マイナンバーカードを、ワクチン接種のときに皆さん必要とされたでしょうか。されませんね。ところがマイナンバーをきちんと利用してやるようにしているのが VRS というシステムなんです。システムはマイナンバーを参照してこの患者さんにはこのワクチンが打たれたというのを把握しています。だからマイナンバーなくして接種はなかったと、そのようにお考えください。でその上でのいろんな不整合が発生していろいろトラブルありました。ただとりあえず今の状態では、どのマイナンバーの方がどのワクチンをどう受けているか、その記録は国にはあると。でマイナンバーというのは、サーバーとして存在しているわけなんですけども、そのサーバーにアクセスするのに非常にお金がかかるということを言ったのがハーシス、検査陽性の届出をする保健所絡みのシステム、あれの方はつながっていないんです。こういう不整合が国の方にはあります。だからそれを考えるならきちんとマイナンバーはもうすでに動いているものですから、ハーシスもそこに結びつけるべきだろうと僕は厚生労働省の方にお願いしましたが、あんな金のかかるものに我々はつなげることができないと担当の官僚に言われました。だこういうようなことがいろいろあるので、最終的に個人一人一人を、特定するためのものとしてはマイナンバー以外のものはありません。保険証の番号というのはそこに紐付けられているだけのものです。だからそういう意味でマイナンバーは非常に大切で、今回のワクチン接種証明、それにマイナンバーがのシステムが必要であったと、そういう感じで私は理解しております。ただもらうその接種をもらうためにマイナンバーの登録がいるんだというのは面倒くさいということをおっしゃる方山ほどいらっしゃることだと思います。ただこれから先医療がきちんと、国に定着していく、そして情報として、例えば東京の住民が北海道で倒れたときにその人の救急を救うのに、その人の投薬している内容が必要だ、そういうことが必要だとすると、やはりマイナンバーで紐付けられて医療情報がつながっていくことは今後の日本の将来に役立つのではないか。そしてこれがコロナ感染とかときちんと紐付けられれば、もうちょっと今のトラブルは防げたと思います。さらに給付金とかそこら辺についてもマイナンバーと完全に紐付いていなかったことがいろんなトラブルのもとになっていると思います。だからそこのところで東京都医師会でどうだということよりも、情報担当の一理事として考えるからにはマイナンバーは非常に大切である。でマイナンバーカードがどうたらということよりも、マイナンバーとマイナンバーカードはある程度別物です。持つ持たないは別物という、そこのところも皆さん報道関係の方は分かっていただく必要があろうかと思います。ちょっと分かりづらいんですけれども、それでは尾崎会長にお伺いした方がいいのかもしれませんけれども、ありがとうございました。要するに東京都医師会としては、マイナンバーカードとの連携は必要だと、必須だというふうにお考えなのかどうか、ちょっとそこがはっきりしないので。そのマイナンバーが例えば個人情報の問題とかいろんなことが絡んでという懸念をしているということですか。そうですね、はい、ですからそれはまたそれで別問題だと思いますが、結局はその今いろんな医療情報とか、それからそのさっき梅沢理事が言ったようにですね、個人のその必要な医療情報とか、そういったものをやっぱりいろんな医療機関で即座に共有するということを考えていきますとね、やはりそういった仕組みは私は必要なんだと思いますけれども、それと個人情報が漏れる漏れないとかですね、政府の信頼がどうとかっていう話はちょっと別の話だと思います。でそういうことを言い出すとですね、全てその今の IT の中でいろんな情報がハッカーとかいろんな人にどうやって漏れちゃうかとか、そういうのを考え出すと、もうこれ IT の仕組みとかって構築できないんですよ。ですからやっぱりその辺はやっぱりどう信頼していくかっていう話になると思いますので、
それとそういう IT を使っていろんな今後ですね、医療の中で医療情報とか健康保険のこととか保険証のことですけどね、いろんなことをやっていくということは私はちょっと分けて考えないと今後全く進歩していかない状態になってしまうし、世界のこういう IT 化の流れの中で日本だけがガラパゴスみたいに今なっちゃってるわけですから、そこをなんとかやっぱり乗り越える方向に行くべきだと私は思ってますけど、そこでその個人情報がどうなっていくかということはまた別にですね、しっかり議論していくべき問題だと思っています。わかりました、ありがとうございます。はい、今一人だけです。2回目のどうぞ。朝日新聞になりますね。すみません、犬の読売新聞の先ほどちょっと質問がどなたかというか明瞭じゃなかったところもあって、ちょっとうまくこちらが意図したものが聞けなかったかなというところがあったので同じような質問になって恐縮なんですけど、お聞きしたかったのがここの部分なんですけど、実証実験の資料のワクチン接種済み&陰性証明のところで、これがその東京都と調整しながらやっているものなのか、当事会としてやっているものなのかって、あとはこれが適用される場面としての検査はどこを考えていらっしゃるかっていうところと、2つとも求めるとなれば、接種率の低下につながるそれも変わるんじゃないかというところで、ご見解をと、すみません、同じ質問になります。ありがとうございます。まず東京都とどういう、関連であるかということに関しましては、東京都にはワクチン検査パスポートの提案があったときからですね、ご相談は申し上げておるんですけれども、東京都としてはまだその検査を、その飲食をするときにすべて検査をしなきゃいけないとか、そういうところまでまだ踏み込んでおりません、東京都は。ですけれども、私どもはその一段ちょっと厳しいレベルでですね、その社会経済活動を止めないためにここは一つ感染状況も鑑みながらですね、抗原検査あるいは PCR 検査を併用してできる限り安心安全につなげていく。でそれを先ほども申し上げましたように、今のうちにこうトレーニングしてスムーズにそのオペレーションできるようにしておくことが、今後第6波がもし来たとしても今までのようにも完全にこうストップするのではなくて、そういうシステムをちゃんと導入しているところ、安心安全に飲食が楽しめるということがある程度その今 の, その感染状況が落ち着いている段階でそういう準備がして入れれると、飲食店に関しては、ある程度 の, その、規制緩和をしていただくということ、これに関してはですね、実はもう今年の4月からずっと内閣官房のコロナ対策室ともずっとお話をしてまいりまして、コロナ対策室の方も次の第6波の場合には、そこはきちんとメリハリをつけた対応をさせていただくと、でそういった飲食店に対して の, そのある程度のインセンティブも考えていくということは言っていただいております。むしろ私どもは、東京都ともきちんとその情報を上げながら、残念ながらその東京都がなかなか踏み切れない部分に関しては内閣官房ともご相談をしていただきながら、東京都内で少しでもこういろんなそのシチュエーションの中でこういったことが安心安全につながるんではないかということで提案させていただくというための実証実験をしております。でワクチンの接種が下がるんじゃないかという、ご懸念ですけれども、それはもう当然ながらあると思います。ですけれども、抗原検査を本当に毎日毎日受けたい方はそんなにいらっしゃらないと思いますし、やはり体質的に打てる方はやはり打っていただいた方がよろしいかと思いますし、その抗原検査をして完全に感染を阻止することができるわけではないですから、そういった意味では万が一そのシステムをすり抜けて感染した時のリスクというのを考えれば、3回目のワクチンを打っていただいて重症化を抑える、少なくとも感染 の, その、感染が予防できなくても重症化のレベルで抑えていくということのメリットをきちんと皆さんに理解していただいて、抗原検査というのは先ほども申し上げましたように、ワクチン の, その、接種が進んでいくに従って、ある程度その状況を見ながら拡充をです、ね、調整していくということが必要だというふうに考えております。決してゼロ100ではなくて、
ワクチンを優先しながら、それを補うような形の検査体制というふうに、我々は理解しております。はい、活発のご質問いただきましたけど、まだ先生方は大丈夫ですかね、理事の方、会議とかありますか。ちょっと時間が押していましてですね、本当に申し訳ございません。5時半からちょっと会議が入っている先生理事もいますので、とりあえずこの記者会見をここで閉じさせていただきます。今日は本当にありがとうございました。